1月26日、富士山静岡空港にエスパルスの選手たちが姿を見せました。清水エスパルスはこの日から10日間の日程で恒例の鹿児島キャンプを行いました。ベテラン、若手、新加入のメンバーともにとても和やかな雰囲気で見送りに集まったサポーターにも応対。飛行機でキャンプ地鹿児島へと旅立ちました。鹿児島に到着した選手たちはなんとその足でキャンプ地であるふれあいスポーツランドのグラウンドへ。今年は移動日を設けずにキャンプ初日の練習を夕方4時過ぎから行いました。今年から一般の見学が緩和され、グラウンドには鹿児島市内はもちろん遠方から多くのファン、サポーターが連日訪れていました。乾選手推しです。J2 優勝してもらって1年で J1 戻れるように頑張ってほしいです。私も応援頑張ります。まずはやっぱりチームが降格してしまったので、総じて個人的にもその充実したシーズンだったと心から言える状態ではなかったですけれども、でもリーグ戦34試合中33試合出て、当初描いていた目標よりかこう、いい結果を残すことができたというか、自分のプレーに自信を持った1年になったと思うので、そのあたりは、はい、良かった点かなと思います。そうですね、新加入で入ってきてくださった方々も割と年齢的にもこのチームでは上の方の方もいて、そういう方たちがこう元気に盛り上げてくれる、練習を引っ張ってくださる、そこでこう明るさにつながっていると思いますし、僕たち若手もそれについていって負けないぐらい、元気よく、どんどんやれてきて、そういう意味で雰囲気はいいかなと思います。まずは昨年もこの目標を立ててたんですけど、もう全試合出るっていうところと、昨シーズン8アシスト2ゴールってことで、アシストは2桁以上は出したいなっていう、
それが個人的な数字として思ってます。1年で J1 に戻るためには、皆さんの支えが必要ですし、声出し応援もありになりそうで、皆さんの一体となった雰囲気で、愛さで少しでも多く勝って、必ず1年で J1 に昇格したので、皆さん今シーズンも応援よろしくお願いします。今年のキャンプは連日天候にも恵まれ、体力、戦術、そしてチームの結束もより深まった充実の10日間となりました。エスパルスの開幕戦は2月18日土曜日、ホームアイスタに水戸ホーリーホックを迎え撃ちます。